1000年以上前から続く相馬地方の伝統行事、相馬野馬追。新型コロナの影響で2年続けて縮小されていましたが、今年は3年ぶりに従来の規模で開催され、甲冑競馬では騎馬武者たちが迫力ある走りを見せました。またこの後、野馬追の最大の見せ場である神旗争奪戦も3年ぶりに行われました。空高く打ち上げられた御神旗をおよそ180機の騎馬武者たちが戦国の合戦さながらに奪い合います。御神旗を手にした武者は総大将が待つ丘を目指して一気に坂を駆け上がり、会場から拍手が送られていました。最終日の明日は南相馬市小高区で野馬掛けが行われます。